ラクーダ 2way ハーネスの計測方法の動画です。ラクーダは背中、胸、脇の下のストラップを丸カンで、3点を丸カンで支えています。これから計測のポイントをご案内します。犬は立ったままの姿勢で測ってください。脇の下の延長線上の背中と胸の中心あたり、中心線を、当たりをつけてください。で、これが丸カンの位置になります。胸のストラップは胸の上の骨の出っ張りの胸のこの真ん中に骨がついてるんですけど、その出っ張りのちょうど上ぐらいを通ります。ぴったり測るようにしてください。指が3本ぐらい入るのぐらいの、きつさがちょうどいいです。メジャーの音が気になる場合は最初から伸ばしておいてください。犬が動いてしまう場合は2人がかりですね、1人がご褒美を舐めさせてあげながら、こっちにこうご褒美を舐めさせてあげながら、もう1人がこちらで測っていると上手に測ることができます。では実際に測ってみます。犬は立ったままの姿勢で、脇の下の延長線上で、その背中と胸のちょうど中心ぐらいに輪が来るように当たりをつけます。当たりは、こういうマスキングテープとかを使うと、やりやすいです。こっちからつけていきます。背中と胸の脇の下の延長線上に、当たりつけます。こっち側も見ながらつけた方が分かりやすいので、背中と胸の延長線、脇の下の延長線上、体の中心線にストラップ、丸カンが来るのでテープ貼っちゃいます。そして、前もですね、胸の一番出っ張っている骨のちょうど上ぐらいにテープを貼ります。そこを基準に測っていきます。24センチ、31センチ、30センチです。じゃあ実際に、本当に合ってるかどうか、ラクーダをつけてもう一回測ってみます。ややズレがありますけど、ストラップを実際に測ってみると24センチ。前は合ってますね。28センチ。30センチ。なので測ってみると、ちょうどいいことが分かります。遠隔の方、こうやって測ってみてください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。